チキー。こんにちは、コーク TV のコウちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今回は久しぶりのせーのドン、ガシャポンです。お父さんがやってきました。なりきりヒラメイジャーゼロワン。5回で終わろうと思って。5回やってね、色が全部違ったっけ。じゃあ開けていくよ。せーのドン。はい。あ、キラメストーンやん。全部で9種類あったよね。5個やって4つが大きいのってすごくない？さっきのピンク色の小さいのがこれです。中にはキラメシールみたいなのが貼ってあって、すごいキラキラする。この角度すごいねえ。紫色に見えることもない？やばい。それはピンクストーンやね。クリップがついてるからつけることもできます。これって変身後のこの部分やね。胸のところについたマークやね。うん、ここにさピーンってくる。じゃあ次開けるよ。どれいこう。じゃあ黒、せーのドン。見てこれ、キラメイチェンジャー。うん、チェンジャー0102。キラメイチェンジャー0102がキラメイチェンジャーなのは中に入ってるシールが違うみたいです。いや、グリーンが入ってるよ。グリーンが見えるってことは01かな。せーのドン。シールはこんな感じです。真ん中の模様とレッド、イエロー、グリーンが入ってます。じゃあちょっとシール貼ってみるよ。どれにする？まあまず最初はレッド。そうね、まずはね、レッド。ててーん。丸ごと取れたんや。いくよ、ドゥーン。これなんかに貼れそう。ここに出っ張りみたいなのがあるんよ。そこに合わせて、よしよしよし、貼れた。カチ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 。手にはめるバンドもついてます。それつけてみようか。うん。ててーん。ネズミ色のバンド。裏に刺すところがあって、はい、チェンジャーをつけてみました。キラメイチェンジ、キラメイチェンジ、チーンってく。じゃあどんどん開けていくね。じゃあ次紫色、せーのドン。あ、これもベルト。紫もキラメイチェンジャー。うん。シールはピンクよ、これ。あ、それピンク。うん、ほら。あ、ほんと、ピンクだ。ってことは、これが02の方？うん、チェンジャー両手につけれる。それか片手に2つで、チュン、チュン。じゃあ次のやつ開けてみるよ。白。いくよ、せーの、ドン。見て、キラメイシャット。シールはあるね。あ、シール細かいな、結構。もうシール貼ってあるんかと思った。せーのドン。ドンって言ってくる。お父さんの方にね、ウィーンって。あ、そこ引っ張れる。結構バネあるね。ちゃんと戻ってくる。じゃあシール貼っていくよ。この完成見本を見に貼れんよ。これ難しいな。見て、キラメイジャーのマーク貼ったよ。見て、このおいしい。わかる。はい、シールを貼りました。横から見るとこんな感じ、上から見るとこんな感じ。すごく模様も細かいです。相変わらず造形がすごいね。うん。スライドギミックもあるよ。弾を飛ばしたりはできないけど、後ろのレバーを引っ張れるよ。キュンキュン。キョーン。じゃあ最後の一つ開けるよ。ポコン。いくよ、せーのドン。キラメイソード、シール付き。おお、結構大きそうやね、ソード。長くなりそう。シールもだいぶ細かいです。パーツは3つあります。じゃあシール貼っていくね。一番わかりやすいシール貼っていく。
と合体させてみよう。できた。長いね。かっこいいね。長っ。このソードの長さはより実物に忠実な長さかもね。デラックス版ってちょっと短めに作ってあるわね。うん、これがデラックス版で、こっちがガシャポン版。この真ん中の部分に対してガシャポン版の方が青い部分が長いね。はい、シールを貼りました。近くで見るとこんな感じ。裏はこうなってます。キラメイショットとキラメイソードがあるということは、キラメイソードの持つところをキラメイショットの下に刺したらパチッってなるんよ。キラメイソードの裏にロックボタンがあります。押すんじゃなくて左とか右とかに動かす。これで完成、キラメイバスター。チュー、バーン、チェックメイ、ピーン。合体させるとこんな感じです。18センチあるので結構長いです。食玩のキラメイバスターと並べてみました。長さはちょっとだけガシャポンの方が短いです。劇中の再現度で言うと、このガシャポンが一番再現度高いかも。はい、というわけで今回はガシャポンなりきりキラメイジャー01を紹介しました。キラメイチェンジャー、キラメイソード、キラメイショット、ピンクストーン、このなりきりシリーズはクオリティがすごく高いです。また今度キラメイマシーンのガシャポンもやってみたいです。それじゃあ次の動画も見てみてね。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバーイ。 Yeah!